ピッチャーが変わりまして西村になりましたね、はい、西村投手の話なんですが、はい、もう KO された気持ちだと言うんですね。まあ、とりあえずそろそろ6球目来てもおかしくないところですが、これです。あの高さです ね、この高さなんですよ。あの高さでシンカーだと田口さんちょっと打てません。手が出ないですよ。教えてください。同じチームだから教えてくれるだろうと思ったらプロだから教えないよ。そうですね、そういう話がありましたね。まあ、プロだから当然でしょう、それは。そうで、で山田久志さんは自分で軽いバットで打たないと。シンカーのおかげです。スリーアウト、ヤクルトがリードしています。初登場の高津、シンカーで見逃しの三振。このシンカーはやっぱり癖物ですね。スミ、広沢へ、ツーダウンです。いよいよ大詰めを迎えるんでしょうか。試合終了、5対2、ヤクルトが昨日に続いて連勝です。昨日は8対5、今日は5対2、スワローズが昨日に続いて3点差で連勝しています。満場嬉しそうに各選手と握手を交わしております。ピッチャーの高津、そしてキャッチャーの古田が三振を取った瞬間嬉しそうに全速力でマウンドの高津のところに駆け寄る。フォアボール。ツーアウトの三振。これは挟んだ感じですか。挟んでるね。そうですね、まあ、完全にボール球ではありますが、打った球に似てますね。さあ、2-3 です。うんちょろー、ショートランナースタート切っていますからゲッツーにはなりません。ダブルプレーにはなりませんが、田辺、うんちょろ、進化川崎もどうですけど、野村さんもね。2-3、インサイド、ツーアウト三振。両手を上げました、高津、試合終了。1が入ったと、はい、フォアボール出した、すぐ変えた、うん、ゲームが動き出したなっていうところでしょうね。そうですね、そしてシンカーを空振りの三振。連続三振、ツーアウト。いい当たりは三遊間を抜きました。辻京2本目のヒット、二塁一塁。打球はレフトの右です。新井が追いついた。あ、大丈夫ですね。高津がしのぎました。ヤクルトスワローズ2点のリードを守っております。ですが差は2点です。隅が取りました。インコースいっぱい、見逃しの三振。高津がまさに気迫のストレート、ズバッときました。ワンツー、インコースいっぱい、ストライク。高津は9球目です。三振でゲームセット。ヤクルトスワローズ15年ぶりに歓喜の日本一。つばめが大きく羽ばたきます。王者西武、ついに敗れました。田尾さん、これは、まあ、ブロスでも抑えきれるという感じはあったと思うんですが、あったと思いますね、まあ、だけどやっぱり早い、はい、ウェーブ藤井から始まる打順であります。そしてネクスト、点差は3点ありますが、あっとタイミング外れた、これはファールになりそうです。ファール振りでしか、はい、対処はしてないんですけども、はい、やっぱりある程度野球をやってくると、代打柴原の起用であります。35歳のベテラン、13年目、その年目の柴原、あっとインコースですが、バッ、うん、空振りです。三振に倒れました。
コールを送っています。高田コールを送っています。左中間だ。打球は左中間、レフト追いつか、追いつきました、取りました。最後はレフト真中が抑えました。ヤクルトスワローズ平成7年日本シリーズ第1戦を取りました。これが高津のいいところなんですよね、はい、スパッと来るところがね、うん、一郎がこう踏み込んできてたんですね。打ち上げたミューレン、いや池山に任せる、池山です。この勝負は高津の勝ち。提唱がありました。そして古田目は落ち着いています。マウンド上は高津、セットポジションに入ります。ツーストライクスリーボール、打ってセカンドゴロ、取らせて一塁を送る、アウト、試合終了。ヤクルトスワローズ2年ぶり3度目の日本一です。いいですか、はい、さあ大きな山場です。2アウト満塁、高津対松井和夫。思い切って振りましたシンカー、今度その思いぶつけるなら今です。満塁、同点です。あーっと空振りの三振、そのシンカーだ。高津あっぱれ、松井和夫ここは打てません。初球を打ったホージーです。ホージー、ホージー掴みます。が動くとしたらこの後どんな展開が予想されますか。やっぱりホームランじゃないですかね。ホームランですか、はい、さあファインプレーだ。まだかいいプレーが出ました。よかったら 2-3 からインコースのストレートっていうのも面白いと思います。あースライダーでズバッときました。見逃しの三振、高津ここも抑えます。見事です、集中力という意味でね。ファースト取ります。次は9球目です。あーっと空振りの三振、最後はやはりシンカーでした。これで2アウトです。レフトへホージーです。ホージー、ここは無難にさばきました。高津に白い歯がこぼれて8回裏無得点。優勝を決めたのはサヨナラホームランでした。今日はこの形どういう結果を出すか。名手宮本慎也、ここに飛べば安心です。ちょっと待って、取ってどうだ、抜けていく。さあ足のある松井和夫が9回裏ワンアウトでランナーに出ました。長くボールを持ったランナースタート。そして宮本が動いたところで松井和夫は一気にサードへ、足を使った、足を使った攻撃。9回裏鈴木健打った、ピッチャー高津が取った、ワンアウト、ワンアウトだけ、ワンアウトだけ。第1球、さあ3球目ファールボール、次が6球目、空振り、シンカー三振、高津ツーアウト満塁。日本シリーズ第2戦は5対5のまま延長に入ります。5対5のまま延長10と2塁。しかしまあ厳しいようですけど、外決まっています。インコース詰まらせた、そう続いていくわけですが、高津をそのまままずは高津の出来が1点でもという OK ということでね。おーっとサードを弾いた、セカンドが3秒回り、バックホームにクワックレーか、いやカットした、セカンドランナーホームイン。そして今強殺プレー、今タッチアウト、この試合初めてです。さあこれはセカンドゴロ、まあ抑えられた時もあったんですけども、おっと足で止めた、しかしこれは一塁はセーフという形になります。込んで
フォームか。おお、ストレート、あー、センター前、セカンドゴロ、ゲッツーだー、試合終了。踊り上がって喜んだ高津詩のバッテリー、最後は閉鎖と言っています。詰まった当たりどうだ、宮本さばくか、抜けた、おっと取れない、マルティネス出塁。さあ9回の表、ライオンズがランナー出塁、佐々木の当たりはダブルプレーか、ダブルプレーか、一塁は一塁はセーフ、一塁セーフ。さあ今シーズンの全てのプレーを終えるのか高津、ファースト取った、ダブルプレーか、ヤクルト日本一か、ああいいセカンド、セカンドセーフ、投球が取れました。古田ワンツー、4球目、詰まった当たり、さあどうだ、宮本が取ってツーアウト、やってきます、ワンエンドワン、ツーアウト二塁一塁、スワローズ日本一か、セカンドゴロ、セカンドゴロ、ゴマシトル一塁に送る、ヤクルト日本一、そうすると9回の表はこの人がマウンドに上がります、高津慎吾、今シリーズ初登板ということになりましたが、まずは代打の増田を切って取り、そして大村見逃しの三振、そして続く代打の川口、最後はピッチャーゴロ、2対1、ヤクルトがこの接戦をものにしました。高津はシリーズ新記録となる7セーブ目を挙げています。ヤクルト4年ぶりの日本一まであと1勝です。12球団1勝負強いバッターですから、はい、ショートゴロ、4勝1敗。